こんにちは、かくすけです。マジカルバケーション続きをやっていきます。前回ね、あそこ闇の回廊のね、死の回廊だったっけ、そこの、奥の方に進んだところで終わりましたね。うん、一回休んでどうしようかな。メンバー多分闇が多いよね。あ、ショコラが入ってるんだっけ。ちょっとメンバーがよくわかんなくなってるんだけども、ピスタチオ、カシス、オリーブ、カフェオレ、うん、最近シードル連れてきてないな。ショコラ、ブルーベリー、ブルーベリー、レモン、レモンな。悩むな。セサミ全然使ってないんだよね。ごめんね、セサミ。連れて行きたい気もするんだけど、まあ連れて行くとしたらピスタチオと交換だな。うん、これで行ってみようかな、今回。行きましょうか。ワールドマップの、ここだよね、死の回廊だ。よし。奥地に進んでいくぞ。うん。どっから行くんだったっけ。結構ね、立っちゃってるんですよね、前回撮ってから。ここの奥に登場したんだっけ、道が。そういうわけではない。あれ。どこに登場したんだっけ。あ、ちょっと待ってよ。あ、まあピスタチオと交換だから場所は大丈夫か。あなたじゃありません。ワープを作ったんじゃないかい。ほら、ほらね。はい。ん？ほらって言ったけど。あ、だよね、ここだよね。よかったー。もう一回やってそのまま行かないといけないと思ったよ。うん。で、まず左側は、前回こっち側に来てちょっと。やばかったから逃げてきたんだってな。カクスケが、獣が最初からいるのは助かるな。でも敵も全部獣か。あー、鷹で攻撃しようかな、後ろの方を。なんか痺れさせてきそうだから止めておいて、ブロシェット、エクルビス。80はきついな、この子倒した子強そうだから。コールウィッシュして、カノア分長女クリアスティック83呼ぼうか。ブルーベリーは、獣に弱いんだよな。アクアグラッセは後ろかな。ショコラは、わ、こんな時こそピスタチオを呼んでくればよかったんだ。ごめん、セサミやっぱ戻ってもらおう。ローリングロック、そうだったよ。ピスタチオがやっと役に立てるところだった、ここ。キャー、セサミー。わー、みんなやばい。あ、ピセサミー。セサミー。まずいなー。あらららら。強い。強い。いや、やっぱこれは全力でいかんといかんですね。これはいかんなー。逃げるかなー。カクスケが一人倒すでしょ？支えていくか。あ、カクスケは一人鷹の力で倒して、カシスが回復してあげるか。ブルーベリー、ブルーベリーは遅いから、ブルーベリーこそ回復に使いたいよね。ブルーベリーは交換かな。アランシュアかレモンちゃんと交換だな。全体、あちゃー、あーあーはあもうダメだー。あー、逃げる逃げる。キャー、あー、帰ろ帰ろ帰ろ。これはまずいぞー。まあまあ、どうしようかなー。ブルーベリーは無理でしょ。セサミには悪いけど
ピスタチオに戻ってもらおう。で、ペッシュ、カシスか。ブルーベリーちゃんを外して、毒もいたね。毒ってことは、ビはダメで。風いないもんね。では、アランシアちゃん連れていくか。いや、久しぶりにレモンちゃんにしとこうかな。で、ショコラはいてもいいでしょ。カシスと誰かを変えてもいいんだよな。カベルネとかね。はい、カシスはこのまま連れていこう。休まないと。いやー、しばらくはレベル上げだな、これ。2匹ずつぐらいで出てきてくれることを願おう。はい、レモンちゃん前で大丈夫だね。ピスタチオ HP 低すぎるでしょ。ペシュより低いよ、ピスタチオ。ワールドマップの、ここですね。いやー、回すとここを行ったり来たりしてやるべきかもな。どっかに壺があればね、その周りでできるんだけど、壺に到達すらできない気がする。あ、いいぞいいぞ、2匹、ピスタチオがクルミンコをします。カクスケは、逃げるんじゃなくて、まあね、ガルをね、ただ使うためだけに鷹の力を後ろにかけとこうかな。フラッシャー、サンダースパーク、ライトニングをかけておこう。カシスはジュリエンヌですね。ペッシュはコールウィッシュ。ショコラちゃんはローリングクロックいきましょう。いいぞ、ピスタチオが強いぞ。ひぃ、いいぞ、しびれた。そっか、あ、わー、強くない？強すぎない？それは。ピスタチオ頑張ってもらって、カクスケ今回弱いから、フッカの尻尾とかね、レベル上げだからね、やられた状態で終わっちゃダメだよ。ライトニング使ってブロシェット行きましょう。これがローリングクロック、ローリングロック。ペシュやな。よしよしよし、ペシュ以外で、ピスタチオで倒せるかな。松ぼっくりんこ行こう。松ぼっくりんこ行かなくていいか。どんぐりんこじゃ足りないけど、まあとりあえずどんぐりんこでいいか。カエルグミ青をかけてあげて、フラッシャー、ライトニング使っちゃおう。ロシェット、天使の微笑みを、ショコラの、ライムロック使おう。そうだな、ショコラちゃんのカテナを活用していこうかな、今回からは。いいぞ、レベル上がっていくよ。よし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 。お、なんか手に入れたぞ。魔法のイガグリンコ。2×2 の敵にイガグリ。お、いいぞ。いいぞいいぞいいぞ。よしよしよし、クルミンコの代わりになるものが。こう、こう。こうかな。セーブして、毎回セーブだね、これは。よし、オッケー。さっきの調子で2人とかでね、来てほしい、どんどん。お、ほうほう、ミミズか。こっち意外と道あるんだな。あ、金貨、いいぞ。クレセント金貨、ミイロリ銀貨、ミイロリ銀貨、クレセント金貨。いいぞいいぞ。あ、上の宝箱が気になる。あー、ちょっとめんどくさいな。イガグリンコ行っちゃおう。カクスケはガルがいるから、鷹の力で攻撃。あ、後ろブーか。じゃあ鷹の力普通に使えるね。サンダースパーク、あ、全体じゃないか、ライトニングでこっち側から倒していこう。ブロシェットで、ペッシュはコールウィッシュ。カテナ使っておこう。カテナをペッシュかピスタチオ。
ピスタチオは獣に強いからペシを守ろうかな。おイガグリ、まだ茶色くないやつだね。緑色のイガグリがいっぱい落ちてきたな。いいよ、うんうん。あ、アブーを呼んだか、アブーを呼んだか。よし、しびれた。じゃあそっちはとりあえず放置かな。あ、あー、なんと結局ふっかのしっぽいや、そっか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 、ペシュちゃん呼べるんだ。じゃあ魔法の鷹の力でやっていこうかな。レモンちゃんはライトニング使いたい。カジスが、うん、悩むところだね。カジスが、回復レモンちゃんしてあげようかな。ペシュが天使のハグで、あ、違うか、あ、帰ってもらうやつか。天使のエールだっけ。あれ、生き返らせるやつ手に入れなかったっけ。ちょっと待って、あれあれあれ違ったっけ。あれ、あ、じゃあちょっと戻らないと。カクスケが生き返らせる、でレモンがライトニングする、カシスが、回復させる、ペッシュがペッシュが天使の微笑みをピスタチオに使う、ショコラが、ローリングロックや、クライスロックやっちゃうかな。うん、あー、よしよし、大丈夫。あー、レモンちゃん、ピスタチオもピンチ。よし、回復してあげて。あー、強いって強いって。あ、でも2匹しびれたぞ。いやー、素晴らしいよ。あ、イガクリンコ使えないんだ。松ぼっくりんこ、松ぼっくりんこ前に使おう。カクスケはカエル組青を、あ、どっちに使うかだよな。レモンちゃんに使っとこう。レモンちゃんはレモンちゃんはショコラに使ってあげて、カシスはエグルビス、エクルビス使っちゃおう。ペシュはコールビッシュしておこう。ショコラは、そうだな、少ないからカテナをピスタチオに立てようかな。よしよし、あー、よかったよかった、間に合った。大丈夫か。よしよしよし、勝てな。あ、ショコラがずっとギリギリだな。ピスタチオが、あんまないな。クルミンコ、クルミンコか、ゴールスティックだな。カクスケが、カエル組合おうかな。レモンちゃんが、ちょっと待てよ、ピスタチオ回復してないじゃないか。カシスがエクルビス使って、ペッシュが微笑みを、エールでもいいんだよな。 MP 回復率上げとこうか。ピスタチオ、ショコラがライムロックかな。コールスティックしてピスタチオが次のターンまで生きてられるかが問題なんだけどね。よしよし、うん、あ、そう、ショコラがやられた。前にピスタチオが出てしまった。あと、あと松ぼっくりんこをここに、あ、どっちも復活してるな。カクスケが、回復かな。やっぱカクスケがあんまり役に立てないっていうのは結構厳しいね。レモンちゃんはやっぱね、しびれさせるっていうのもあってライトニングがいいんだよね。カシスはちょっと自分を回復しようか今回。ペシュちゃんはショコラを復活させよう。いや、このギリギリの戦いだね。よし、回復。よしよし、ミスった。
でもピスタチオは早いから結構な確率でミスるね。松ぼっくりんこで確実に倒そう。格助はカエル組青でピスタチオ回復。レモンちゃんはライトニングフラッシャー、ライトニングだな。ライトニングで一応2匹の方にして、勝ち数は微妙なとこだな。いや、やっちゃおう。プロシェット。ペシュちゃんが回復を、ピスタチオは回復してあげるよね。ショコラかレモン、レモンちゃん、ショコラはカテナをどんどんかけていこう。レモンちゃん、いいよ。よし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 。想定外だ。これは格助全然食らってない。はあ、想定外。あー、ずっと溜まってたもんな。ハグしてあげるべきだった。まずいぞ。毒ってことは誰でもいいんだよな。MP が誰もないどうしよう。とりあえずショコラ呼ぶかな。やっちゃったねー。はあ、大丈夫だ。格助が、いや、これ2人で回復だな。いや、格助は普通にサイの力使おう。得だし。あー、間に合わんなこれは。ショコラ回復遅いでしょ。とりあえず1匹倒すでしょ。いや、でもみんな、さ、レベル上げたいんだよね。あと一発ってところまでして、アイテム使っていくか。ふっか、ペッシュ、はい。あ、20に食らったぞ。ふっか、ピスタチオ、ペシュは、自分に微笑んで、微笑んで、毒が苦しいなー。ふっか、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 一周。よしよしよし。ピスタチオ、あー、ピッシュ、ふっか、ふっか、ピッシュがエールを使う。張り手。よし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 。あー、いいぞ。24MP が全然ないんだな、多分。よし、格助が倒してくれるでしょう。ピスタチオは、まあ、どんぐりんこでも使って、格助が倒してくれるさ、きっと。プロシェット。ペシュは、くぅ。ペシュは、キック。張り手。よし。あー、大変だった。普通の敵で苦労するなー。よしよし、レベルアップ。あー、あんたらー。41、いいぞ。45、雷アップ。さあ、帰ろ。さあ、帰ろ。ワールドマップの、苦労するー。大変だー。まあまあ、強いパーティーでもないけど、そんな弱いパーティーでもないんだろうな、ないんだけどな、これ。よし、行くぞ。ワールドマップで、はい。厳しいよ。
整備していきましょう。慎重にね、ちょっとずつね、じっくりやっていきます。しばらくはレベル上げ会です。お、いっぱい宝箱、絶対罠でしょこれ。わ、出たぞ。ポンポコタヌキさんは無理だよ、厳しいやつだよ。松葉クリンコにしとこう。カクスケは、ガルを使う意味を込めて鷹の力を後ろにかけます。レモンちゃんは、ライトニング、ブロセット、ペシューはゴールウィッシュ、ショコラがローリングロック。よしよし、後ろを攻撃して、いやー強いよ、眠るんだよ、あーしびれるんだよ、あーもう強いんだからこの人。あー、イガグリンコ、マツボックリンコ、カクスケがタカの力かい、回復だ、厳しいな、厳しいことしてくるな。倒して、あー倒せない、くっ無理だ、きついよ。ポンポコタヌキをなんとかせんといかん、先に。はい、よし倒した。攻撃力は大したことないなって言おうとしたら、ふっかでしょ。ショコラ、ピスタチオ、ピスタチオとりあえず復活させて、レモンちゃんが、よしよし、せっかく眠りから覚めたと思ったのに、松ぼっくりんこで、あ、これ毒だったか、ちょっとピスタチオそんな生き返らせる必要なかったな。あ、セキナじゃなくてか、カシスかな。カクスケは一旦カエルグミでペッシュを回復させて、ペッシュがフッカにしとこうかな。やっぱショコラいいぞ。ピスタチオ、ピスタチオを最後に生き返らせればいいかな今回。あーピシュ、フッカ使って、カクスケは攻撃にやってもらった方がいい気もするよね。サイの力、カシスとかが、カシスも強いもんな、プロセットで。ペシュがエールを送っとこうかな。ショコラがフッカ、倒したい先に。オッケー、ペシュの回復が、毒でしょ。サイの力、ライトニング、サンダースパーク、ライトニング、カシスがとりあえずいい感じのところまで倒そう。このね、強いメンバーたちがいたら倒せるよ。あっ、なんと、しびれてくれたら嬉しいんだけどな。カシスを生き返らせるかな。カシスもね、攻撃力高いからね。ショコラはね、実は張り手の方が強いんだよね、きっと。あ、大丈夫か？あ、大丈夫じゃないな。当たんない。カクスケが倒して、ブロシェット、ショコラ回復に回ろうか。復活。いいよ。いいよ。あとちょっと。さあ、この人強いな。でも次で倒す。ということで、復活を使いまくろう。よし、後ろのあの子はね、そんな強くはないんだよな、攻撃力。サイの力、フッカ、ロシェット、エール、
張り手。うん、よしよし、あ、大丈夫。うん、よしよし、ピスタチオ、松ぼっくりんこ、サイの力、はい、ライトニングプロシェット、ウィッシュ。いやでもね、上げたいからね、レベル。ライムロック使っとこうか。お、いいじゃないか、ピスタチオ。なかなかやるじゃないか。あー、危ない危ない。レベルもう25分だ。よしよし、レベルはどんどん上がっているよ。いいよ。ふぅ、回復して次回この大量のね、宝箱を開けるところからかな。いやー難しい、強い強いよー。敵がフッカの尻尾もね、もう可愛い、買いに行かないとね。ミミズも使っておこう。うん、よし、じゃあ一旦今回はこれで切りますかね。ご視聴ありがとうございました。